レッシャーを来てくれてるっていう、まあ、考え方もできますよね。加藤どうする、加藤持ち出してシュート、中央に選手も2人入っていましたがシュートを打っていきました。まもなく前半は15分という時間帯です。長いボール、ここはカットした秋元、浮かせて松尾へ、鳥海に対応する、キーパー出る、サービススタートからスペースを運んでいく、亀田中央、山田がいる、亀田パスを選択、合わせる、加藤のゴール、先制セレッソ、前半の24分アウェーチームセレッソ先制です。加藤今シーズン6得点目、 J2 さん100試合目、締めのゲームで得点を奪っていきました。まあ、ここ裏のボールだったと思いますけど、ここでしっかり素早くセレッソがリスタートを早めたことで、この亀田の推進力とこのアウトサイドのクロスの選択、そして、まあ、加藤のこの最終的にフィニッシュができる空間を見つけた目ですね。本当にこういろんなものが最終的にこの素晴らしいゴールを生み出しましたし、まあ、レッズよりも早くリスタートを早めたっていうところが何よりこの得点シーンを作り出しましたね。まあ、スムーズさが生まれてますよね。さあ奪ったセレッソです。深いところ、グラウンダーのパスこぼれてくる、加藤、加藤シュート、枠の上、ワンタッチなくゴールキックです。長身のショルツ189センチ、ここはちょこんとリスタートして、大久保ファーサイドへヘディングシュート、キーパー正面でした。清武狙う、わずかに上です。惜しいキックでした。さあ運んでいくパトリッキー、中央へパスが通る、ブルーノ・メンデス、メンデス、メンデスのシュート、クロスバー。さあリスタートからボールをキープに行く、ここでホイッスル、0対1、勝ったのはセレッソ、リーグ戦連勝です。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications